宣礼者、ヨハネの誕生、画家 G。鳥のミラノ自童書は、15世紀に制作が開始されたが、後に分割されて、最終的には未完成に終わった、装飾写本の分冊。厳密な定義からすると自童書とは、必ずしも言えないが、その波外れて高い品質と美術史上の重要性、さらに工作した、制作過程と後年にたどった歴史によって、有名な作品である。 この字当初には、1420年頃にアンファンエイクと、その兄フーベルトファンエイクが描いた、あるいはこの二人と関係がある芸術家によるものと思われる写絵が含まれている。さらにその50年以上経ってから、バーテルミーデックも数点のミニアチュールを追加したと考えられている。数箇所の場所に分割して所蔵されていたが、そのうちトリノで保管されていたものが1904年に、 火事にあって消失してしまい、現在では白黒写真しか残っていないものがある。鳥のミラノ自当書の制作が始まったのは1380年か1390年頃のことである。おそらく制作依頼主は、後に、この自当書の所有者となる、フランス王シャルル5世の弟で、当時最も多くの装飾写本を収集していた、ベリー公ジャン1世だったと考えられている。 また他の説として、シャルル5世とジャン1世のおじで、フランス宮廷の有力者だったブルボンコールイ2世が、依頼主ではないかとするものもある。自答書という名前で呼ばれてはいるものの、その内容は自答書、祈答書、ミサ典礼書が組み合わされたようなあまり例のない書物で、内容には多くのミニアチュールが使用されている。最初に制作に関わった芸術家は、当時の第一人者で、 ナルボンヌ祭壇画の画家、またはパルマンの画家と呼ばれていた画家だった。おそらく、ジャン一世が、この自童書を所有していたと思われる1405年、五郎には、他の芸術家も制作に関与するようになり、その後、未完成の状態だった。装飾写本は、ジャン一世の財務担当官、ロビネ・デゼスタンに貸しされ、デゼスタンの手によって複数に分割された。分割された、書のうち、 デゼスタンはミニアチュールの大部分が完成していた部分を手元に残し、これが後にベリー公の糸も美しき聖母児童書として知られるようになる。ベリー公の糸も美しき聖母児童書は18世紀までデゼスタン家が所有していたが、19世紀にこの児童書を所有していたろうと知る時から、1956年にパリのフランス国立図書館に寄贈された。 25点のミニアチュールが描かれた126枚の二折り版で、ミニアチュールのうち最後に描かれたものは1409年頃の作品であり、この中には、リンブルク兄弟が描いた作品が含まれている。聖十字架の発見、画家 G。ロビネ・レゼスタンは、ジャン一世から歌詞された、自動書のうち、ベリーコーの糸も美しき聖母自動書以外の部分は、売り払ったと考えられている。 このことから、当時の装飾写本ではテキストよりも差し得たるミニアチュールが重要視されていたということができる。デゼスタンが売り払ったのは文章こそ完成していたがミニアチュールはほとんど描かれていなかった部分で、これらはネーデルラントの芸術家を引っ越したビッテルスバッハ家のバイエルン公ヨハン三世、あるいはその一族が1420年までに入手した。そして、 ビッテルスバッハ家が入手して以降、装飾写本には2度にわたってミニアチュールが追加されており、最後に手が加えられたのは15世紀半ば近くになってからのことだった。美術史家ジョルジュ・ユランドルーは、この装飾写本には11人の画家のミニアチュールが確認できるとし、画家 A から画家 K までの作品として分類した。その後、この装飾写本は、 ブルゴーニュ公フィリップ3世、あるいは、ブルゴーニュ宮廷の関係者の所有となっている。バイエルンクゲの宮廷画家だった、ヤンファンエイクが、ヨハン3世の死後に、ブルゴーニュクゲの宮廷画家になっていることから、ヤンファンエイクが、ブルゴーニュ公国へと装飾写本を持ち込んだ可能性も、ある。ブルゴーニュ公国へ持ち込まれた、装飾写本の大半が、元の自投書の祈祷書部分であり、これが後に、 鳥の字当初として知られるようになった。1479年にサボヤ家の所有となり、1720年にサルデーニャ王ビットーリオアメデオ2世が鳥の国立図書館へと寄贈した。しかしながら、1904年に鳥の美術館が火災に遭い、所蔵されていた他の貴重な写本ともども、鳥の字当初は40点のミニアチュールが描かれた93枚分が消失。 破損してしまった。火災に遭う以前の千八百年頃に、イタリアの王族と思われるコレクターが、鳥の字当書の内見さ点例書にあたる部分を、フランスのパリへと持ち込んでおり、これが後に、ミラノ字当書と呼ばれるようになったものである。そして1九百四年の火災の後、十八点のミニアチュールが描かれた百二十六枚分のミラノ字当書を、鳥のが九百三十五年に入手し、 現在、鳥の市立美術館の所蔵となっている。また、オリジナルの鳥の字当初から、おそらくは17世紀に8枚分が覗かれている。そのうち、5点のミニアチュールが描かれている4枚は、ルーブル美術館が所蔵しており、この5点のミニアチュールの中で大きめの作品4点は、フランス時代にフランス人画家が描いたもので、残る作品1点は、後年になってから、 フランドル時代に追加されたものである。最後期になってから追加されたミニアチュールが描かれた一枚を、アメリカの J. ポールゲティ美術館が所蔵しているが、これはベルギーのプライベートコレクションから、一説では100万ベイドルで購入したものだと言われている。ベリー校の糸も美しき聖母寺当初、フランス国立図書館。ナルボンヌ祭壇画の画家、またはその工房が描いたページ。 縁飾り部分にある小さな絵は別のミニアチュール作家の手によるものである。鳥のミラノ字当初のページのサイズは2 8 4ト、mm、ル x 2 0 3ト、mm、ル程度である。ほとんどすべてのページに挿絵が描かれており、4行のテキストの上にしたるミニアチュールがページ下部に細長い小さな挿絵があるという形式となっている。ほとんどのミニアチュールがその ページのテキストの最初の部分を表現したもので、テキストの最初の文字は飾り文字、あるいは精緻な装飾を施した四角形の中に書かれている。ページ下部の挿絵は宗教的題材、または旧約聖書に題材を取ったメインのミニアチュールと何らかの関連を持つ当時の生活風景が描かれていることが多い。縁飾りには一つの例外を除いてシンプルなデザインで、 この葉を様式化したものが全般にわたって使用されており、縁飾りのほとんどは制作開始初期の14世紀の時点でほとんど完成していた。縁飾り部分の制作は工房の若手芸術家や下請けの職人が行った可能性がある。最初期に完成したページの縁飾りにはミニアチュール作家による小さな天使、動物、人物などが描かれていた。 しかし後年になってから完成したページの縁飾りにはこのような装飾はほとんど描かれていない。前述の一つの例外となっている縁飾りが使用されていたのは画家 H による聖母子が聖女たちに囲まれている場面が描かれているページだったが現存していない。このページに使用されていた縁飾りは1430年以前に 描かれていた他のページと同じような縁飾りを一部、そぎ落として、15世紀後半の様式による華麗な装飾で植え描きされている。これはおそらく、元の縁飾り部分に、当時の所有者の肖像が描かれていたためで、その肖像の痕跡も確認することができる。フランス人美術史家、ポール・デュリューは、消失する2年前の1902年に、 写真も掲載したトリノ自答書のモノグラフを出版した。デュリューはトリノとミラノの自答書が同じ書物から分割されたものであることに気がついた最初の人物で描かれているミニアチュールとファンエイク兄弟を関連づけた最初の人物でもある。美術史家ジョルジュ・ユランドルーも1911年にミラノ自答書に関する著作を発表しており、 この中でミニアチュールを描いた画家を年代順に画家 A から画家 K までに分類した。失われた鳥の字当初の作者には一部異論が出ているものの、このユランドリが行った画家の分類は現在でもほぼ定説となっている。しかしながら画家 A から画家 K が実際にどの画家を指すのかについては大きく意見が分かれており、特に 画家 J のミニアチュールについては、一人ではなく複数の画家の作品ではないかとも言われている。自動書が分割される。以前の画家 A から画家 E までは、フランスの画家、分割されて、以降の画家 G から画家 K は、ネーデルラントの画家とされ、画家界については研究者によって分類が分かれている。ミラノ自動書のキリスト卓系のミニアチュール、画家 A 鳥のミラの自童書の中では、画家、ジーが描いたミニアチュールが最も優れた作品とみなされている。ユランド・ドルーは、画家ジーのミニアチュールについて、書物の装飾としては、それまでに見られないほどの素晴らしい作品で、美術史上の見地からしても、当時最高の芸術品である。一目見ただけで、現代の絵画にまで及ぶ、重要性が理解できる、イニシエより、 絵画は空間と光の表現を追求し続けてきたのであるとしている。ユランド・ドルーは画家 G を当時の多くの美術史家と同様にヘントの祭壇画の主制作者とされていたフーベルト・ファン・エイクだと考えており、画家 G と比較すると抑制的表現だが作風が似ている画家 H はフーベルトの弟ヤン・ファン・エイクだと考えていた。その後、美術史家の見解が変遷し、 現在では、画家 G もヘントの祭壇画の主制作者もヤンファンエイクだとされることが多くなっており、マックス・ヤーコップ・フリート・レンダー、アンバン・ビューレン、アルベール・シャトレといった美術師絵たちもこの説を支持している。しかしながら、現代の美術師屋の中には、画家 G の作風はファンエイク兄弟よりも革新性が見られる箇所があるとして、画家 G が この二人に近しい芸術家だった可能性はあるが、ファンエイク兄弟ではないという説を取る者もいる。現在では、画家 G が手掛けたミニアチュールは、様々な観点から1417年から1430年代終わりに描かれたと考えられている。画家 I から画家 K の作品は、どれもファンエイク風の作風で描かれている。これは、おそらく、画家 G の下書きを元にして、 他の画家が描いたためではないかと考えられており、このような絵画制作は当時のヤンファンエイクの工房でよく行われていた手法だった。フーベルト・ファンエイクは1426年に、ヤンファンエイクは1441年に死去しているが、その後も画家アイから画家 K によるミニアチュールの制作は続けられている。また画家の同定や作風の比較と同じく、 それぞれの作品に込められた意味や象徴も研究対象となっている。1430年代以降、鳥のミラの自動書がブルッヘに存在していたことはほぼ確実視されており、当時ブルッヘで制作された装飾写本や絵画作品との比較解析によってこの研究が進められている。画家の童貞については非常に多くの説があり、名前が伝わっていないために、 特定の作品にちなんで呼ばれる画家だとされることが多い。画家 K は鳥のミラの自動書制作の最後期である1450年頃にミニアチュールを描いた画家で最も平凡な画家だとみなされている。著名な画家の工房関係者ではないと考えられており、ランガタク自動書の画家と呼ばれている画家と同一人物、あるいは近親者とされることが多い。画家 G による キリストの洗礼を描いたページ下部の差し絵。画家 G がヤンファンエイクかどうかについては、前述したように研究者によって意見が分かれている。画家 G がヤンファンエイクであるとする研究家たちの主張として、ヤンファンエイクが遺体において成し遂げた成果や革新が、鳥のミラノ自童書のミニアチュールにも見られることが挙げられる。それまでのテンペラ画からは隔絶した。 詳細で繊細な絵画技術、光沢表現、幻惑的な写実主義などで、特に先例者ヨハネが描かれたページの室内内装と風景の描写に、これらの特徴が顕著に見られるとしている。画家、G による海辺のバイエルン公、ビルヘルム。1904年にトリノで消失した。作者 G の手によるとされているミニアチュールが描かれた。 ページで現存しているのは3枚しかない。洗礼者、ヨハネの誕生、聖十字架の発見、死者のためのミサのミニアチュールが描かれたページで、それぞれのページ下部には細長い差し絵があり、テキストの最初、その他に1904年に消失した4枚のページがあり、それらは海辺の祈りなどとも呼ばれる、海辺のバイエルン公、ビルヘルム、夜の光景として描かれている。 キリストへの配信、聖母体感と、そのページ下部の差し絵、海洋の光景で描かれている、聖ユリウスと聖マルタだった。赤外線による解析で、洗礼者、ヨハネの誕生には完成品とは異なる、構成の死体が存在していたことがわかっている。文章から、描かれている人物は、ヨハン三世だと同定されており、この独特で謎めいた海辺の光景が表現された、ミニアチュールは、 一族間の紛争を表しているという説がある。シャトレは、ヨハン三世が自身の名ジャクリーヌから領土を散脱したことと関連があるとしている。また、先例者ヨハネは、バイエルン公ヨハン三世の守護聖人でもあった。ページ下部の挿絵には、ネーデルラントの田園風景が描かれており、17世紀、オランダ海外と続く風景画の先駆といえる。 ベリー校の糸も豪華なる、自動書の、6月のミニアチュール、リンブルク兄弟、背後に描かれている建物は、現在のコンシェルジュリート・サント・シャペルである。シャトレは、鳥の自動書のミニアチュールと、ベリー校の糸も豪華なる、自動書などの装飾写本画家として、有名なリンブルク兄弟のミニアチュールとを比較し、リンブルク兄弟の作品には、人物肖像に横向きの顔が多いこと、 衣服に三次元的な立体表現が見られないこと、ミニアチュール全体として見ると人物肖像が浮いていることなどを指摘した。これに対し、画家 G が描いた人物肖像、衣服には完全な立体表現がなされており、様々な方向を向いている人物が作品に溶け込んで描かれているとしている。さらに、画家 G が採用している明暗表現手法のキアロスクールが、 立体表現に深みを与え、人物肖像、そして作品全体に写実性を与えているとした。フリートレンダーは言葉にするのが難しいほどの確実な技法が用いられ、作品全ての色調が調和している。滑らかな陰影、水面のさざ波と反射、雲の層などのあらゆる表現が、著名なイギリス人美術視野でロンドンのナショナルギャラリーの館長も務めた。 ケネス・クラークは、画家、G は、ヤン・ファン・エイクではなくフーベルト・ファン・エイクだと考えていた人物で、フーベルト・ファン・エイクは、保守的な美術史屋の考えだと数世紀はかかるとする、美術史上の変革を、一人で成し遂げた芸術家である。風景描写は繊細に乗り分けられており、これ以上の絵画表現は19世紀になるまで、ほとんど望むべくもなかったとした。 海辺を描いたミニアチュールについても、前景に描かれ、海洋画を専門とする美術史家、マルガリータ・タラッセルは、画家、ジーが描いた海辺の場面を、海辺を忠実に描き出した、最初の作品と述べている。しかしながら、リンブルク兄弟の、ベリー校の意図も豪華なる、自動書のミニアチュールにも、水面の反射の表現に革新的な要素を見せる、ものがあり、この点では、画家、 G が描いたミニアチュールより優れている作品も存在するとしている。トーマス・クランが指摘したように画家 G が描いたファンエーク風の作品の制作時期は板絵の分野にファンエーク風の作品が見られるようになった時期よりも早い。装飾写本のミニアチュールが真実味に溢れていると称賛されているファンエーク風の油彩画の発展に対して どのような役割を果たしたのかは興味深い問題である1994年にトリノが所蔵するトリノミラノ自動書を忠実に再現した複製画が詳細な注釈付きで980部出版された。また、フランス国立図書館が所蔵するベリー校の糸も美しき聖母自動書の複製画が制作されており、ルーブル美術館が所蔵するトリノ自書の一部の複製画も トリノで消失したページの写真と共に制作されている。フランス人美術史家、ポール・デュ・リューが1902年に出版したモノグラフも、オリジナルのネガフィルムから新たに起こされた写真と、美術史家・シャトレの序文が追加されて、1967年に再版された。しかしながらこのモノグラフの写真の質とオリジナルの再現度合いについては、初版文も再版文も非難されることが多い。 ありがとうございます。